そんな感じ。あ、ちゃんと吹くんや。へえ。走っても、そんなに回らねえ。何かつけている静江さん。皆さん、こんばんは。ただいまのアイラトーン時刻は2020年8月2日、日曜日の午後8時17分です。本日はアイラトーン夜空の祭典、花火大会を開催します。夜空に咲き誇る色鮮やかな花火を見ながら、お友達とおしゃべりしたり、屋台でくじ引きを楽しんでくださいね。何、そのまま放送するの静江さん。浮かれすぎじゃないちょっと。私も今日は広場に立って、オリジナルデザインの花火のアイデア募集や、記念グッズのお渡しをさせていただきます。案内所の外でのお仕事は久しぶりなので、ちょっぴりそわそわしています。それでは本日も良い一日をお過ごしください。かわいい。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。おお、早速花火の音が聞こえる。これね、私、この夢見っていうのちょっと気になってたんやけどさ、これって夢を更新した時にもらえるってこと？アイノー様、この度は素敵な夢をご提供くださり、誠にありがとうございました。わずかではございますが、お礼の気持ちをお送りいたします。またいつでもお越しくださいね、夢見より。何くれたんやろ、これ。ってことは、この辺もってことよね、きっと。うんうん。回数に応じてなんか変わったりするんかな。毎回同じ？そして、母。アイノー絵、夏空に降り注ぐ星に願い事。我が子の願い叶いますよう。母の願いも叶うといいな、母より。綺麗、便箋。あれ？まだなんかある？あ、ハッピーホームアカデミー。アイナさんのお部屋は 97,127 ポイント、ランク S。お部屋作りのヒント。同じ色の家具を集めて置いてみましょう。お部屋に統一感が出て綺麗に見えますよ。ハッピーホームアカデミー。で、この3つが違う。夢見さんからってことよね。夢のベル引き換え券？何それ？え？何これ？どうやって使うの？夢のベル引き換え券って何？わからねえ。あ、まあ、ベル引き換え券やけん普通に売ればいいってことかな。そしてこれ母から。母のペン立て。なぜペン立て？ね、まだなんか届いとる？ペン立てこんな感じ。かわいい。かわいい。ね、なんかまだピコピコなりよるよ。何？あ、たぬきショッピング。アイナ様、いつもたぬきショッピングのご利用、誠にありがとうございます。今、この時をお楽しみいただけるシーズン商品を入荷しました。ぜひ一度ご覧くださいませ。たぬきショッピング。なんか入荷したっぽい。え、なんかまだピコピコなりよるよ。何？どれ？あは、この二つ。まだあったわ。たぬきバンク。アイナ様、いつもたぬきバンクをご利用いただきありがとうございます。600コベルのディスクがつきましたことをお知らせします。アイナとたぬきバンク。そしてモニカ。アイナちゃん聞いて聞いて。この前お買い物に行ったら可愛いペンケースを見つけてつい買っちゃったんだ。思いがけず散財しちゃった。アイナちゃんは衝動買いってしたことある？買い物好きなモニカ。私今までね、衝動買いっていうのは、本当に一回しかない筆箱。このド迫力、ド迫力たまんねえよな。おい、写真残すんなら今だぞ。シャッターチャンス、逃すなよ。き。確かに写真も撮りたい。めっちゃ喜んどるやん。最初は夜空を彩るこの花火をお菓子で表現するにはなんてちょっと考えたんですけど、見ているうちにそんなことよりも全身で花火を楽しまなくちゃって思うようになりました。おー、花火だ花火だ、いいね。ふー、きれいきれい。お祭りムード満点やね。ねえ、アイナくん。ドラマとかでさ、花火の大きな音でプロポーズが発揮されるシーンって見るだろ？今から試してみるから聞いててね。ずっと前から好きでした。どう？僕の声。ちゃんと届いたかな？まさしく。めっちゃ聞こえ、おー、なに？花火やりゆりやん、ちょびー。火花をじっと見てると、終わった後も目の中がチカチカして、花火が続いてる気がするんだ、ってし。すごい、花火するんやね。なに、アイダホ。おいら花火大会を全力で楽しむためにいいもん用意しておいたんだ。何？ってことでお前にも特別に気持ち花火を分けてやるよ。遠慮は無用だぞ。何それ、くれるん、ありがとう。へへ、これで準備バッチリだな。テンション上げて派手に楽しめよの心。
へえ、そういうなんかね、イベント仕様の会話もちゃんとあるのね、ああいうの。アイナ島の花火ってこんなに綺麗なんですね。私、この島に住むことができて本当に良かったですよ。同じく。あなたはもう写真を撮ったのかしら。写真残しておきたくなるほどの光景ですものね。だけどやっぱり実際に見る花火が一番綺麗なんだけど、ナナダは？待って待って、あ、静江さん、やっほー。アイナさん、花火大会始まりましたね。イベントのお供にちょっとしたグッズをご用意いたしましたので、よろしければお受け取りください。あ、もしかしてつけとるやつ？光るハートアクセサリーを頭につけると花火に負けないくらい光り輝きますよ。ハートなんや、しずえさん欲しいやのに。目立ってすぐ見つけてもらえるから迷子になっても安心ですね。迷子防止、イエーイ。こんな感じよきよき、めっちゃよき。何、よした、どうしたどうしためっちゃなんか騒いでいらっしゃる。もうなんかめっちゃでっかいの上がったね、今。ほら、めっちゃ騒ぎやもんやけど。どうしたルーシー。いいね。綺麗だね。おー。これ座った状態では何もできんねやね。うんうん。ちょ、待って。私も手持ち花火を持つ。やるやる、私も一緒に。全然一緒の方向向けんかったけど。いいね。おー。これちゃんと短くなっていける。おー、すごい。ね、ちゃんと短くなった。ありがとね、アンチョビ。アンチョビじゃなかった、アイダホ。なあ、打ち上げ花火って横から見るとどんな風に見えるんだろう。お前知ってるか？の心。ルーシー、めっちゃ騒ぐんやけど。あれかな、タワマヤー的なこと言いようかな。やっほー。さあさあ、いらっしゃい。楽しいなりくじはこちらですよ。おや、これはこれはアイナさんやないですか。今日はこの通り、広場をお借りして出店をやらせてもらってるんです。お祭りの空気って、ええですね。心がポカポカしてきますわ。懐の方もポカポカ。それは言っちゃいけない。これ、やらせてくれる？はい、どうもどうもどうも。寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。花火大会限定、楽しい景品が当たる稲荷くじはこちらでございます。腹くじなしで1回たったら500ベル。いかがですか？やります。あ、ちゃんとあれ、外れなしって書いてる？でも、ん？外れなしなようで、のずれって書いてない？ね毎度、ほな、1枚引いてくださいね。よし。どれどれ？ 9! ちゃうわ、6番。風車のあたりです。イェーイ。聞きがよろしいわ、お客さん。どうです？ 500 ベルでもう一回。んじゃあ。そこに飾ってるやつがもらえるんかな？毎度、ほな、1枚引いてくださいね。どれどれ？ 9 番ですね。今回はちゃんと9番なんやね。ほんなら赤い風船をお渡しします。あ、その風船も景品なんや。お客さんついてはりますね。500ベルでもう一回行ってきます？いや、大丈夫。ほな、またチャレンジしてくださいね。風車。こんな感じ。あ、ちゃんと吹くんや。へぇー。走っても、そんなに回らねえ。なるほどね。なんか、飛び盛りの時ってさ、走って回りよった気がするけど、今回は普通に吹くんやね、口で。すごい。クイッ。風船クイッてする。かわいい。いいっすね、花火。あ、しかもなんか、月もいい感じじゃない？ほらほらほら。思ったより低い位置やった。いいねいいっすね。綺麗。結構デカめの。最初は夜空を彩るこの花火を。あれや、マミーさんと同じこと言える。みんなお菓子作りをするんすか。あ、そうよ。あれよ、なんか季節限定の商品入荷したって言ったよね。こっち？たぬき商店か。
タヌキチは見ないのかい？トタキキの方を眺めてるけども。とりあえずこっちでも、こっちはタヌキショッピング？ここでスペシャル商品。お、ロデオ風スプリング遊具。え？かわいい。買います。そして、織姫と、彦星。いいね。牛郎淑女の日。牛郎淑女の日？なんだいそれは。アジア。七夕的な感じ？まあ。こっちはカウボーイ祭り。これは何？どこあの国？ちょっと国旗、私よくわからんのよね。世界史が得意ではなくって。えへ。えへ。手紙が届いとったのはあれでよかったんかな？たぬき商店もかな？はい、皆さんにお知らせだなも。8月9日。あ、シャンティ誕生日来るんや。ちょっと早いけどおめでとうだなも、たぬきち。今月はシャンティだわ、誕生日。イエーイ。うん、こっちは違うっぽいね。いらっしゃいませ、ませ、たぬき商店、ようこそ、ようこそ。どうもー。でもまあ、うん。特にないかな。特にないかな。ありがとうございました。ました。すごい浮かれた格好だわ、私。座ってもちゃんと風船は持ってるの？あ、持ってる。持ってた。いいね。あ、この動きはちゃんとするんや。座った状態でも手持ち花火ができたらいいのにね。はい、ということで。ちょ、待って。はい、ということで。じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ね、みんな外に出てすごい盛り上がっとるし、花火も綺麗で、よっき。